足の長さのせいで下に履いてる店パンダムね。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、名探偵コナンコラボから毛利蘭ちゃん、空軍ですね。職業は使って遊んでいこうと思うんですけど、あ、ラグイ例のごとくめちゃめちゃラグイ。それは中国版の第五人格でしか、コナンコラボが実装されていないので、中国版で遊んでいるんだけど、ピングがやばいんだよね。もう赤回線、赤ピンだからね、常に。まあ、ハンターの赤い光見てから動いてたら、もう、ちょっと待って、こんな感じでね、0.5 秒ぐらいの先の世界を動くことになるから、ちょっと待って、これも撃っちゃおう。ああ、怖い怖い怖い、もうやだ本当に。だからすごいね、もう従来よりもすごい難しい動きを要求されているっていう、この下の俺のこの手の動きとキャラクターの動きのこのズレを見てもらうと、どれだけラグいか本当分かりやすいと思うんだけど、このグルチェとかがね超むずいんだよね本当に。もうこのフェイントとかかけるのめっちゃむずいの、これやばいんだよ。細かい動きができない。あ、ほらもう相手の動き見てからこっちが動いた時点で、あ、もう当たっちゃうよ。もうほら相手の動き見てから動いてるともう 0.5 秒先だから、実際に動くのがどうしても一発もらってしまうっていう。まあいいでしょう。で、待って、これ一生追われ続ける感じが、俺ちゃんとね、原作通りこの頭とんがりとかもね、すごい忠実にランちゃん表現されているんですよ。で、この空軍っていう職もいいよね。なんかこのみんなを助けるキャラじゃん。救助しかり、信号銃しかりとか。なんかこのランちゃんもコナンの劇中でコナンのそのなんかストーリー的に、なんかすごい正義感が強くて空手やってて、まあでも怖いものは嫌いでみたいな、そういうね、なんつうのかな、犯人とか、もし仲間とかが傷つけられた時とかに、もう本当に容赦ないような、戦いっぷり、違うでしょ、今のは。戦いっぷりを見せるっていう、まあ、映画とかでね、爆発するよね、ランちゃんの魅力っていうか。だから映画っていうと、コナンの映画が来年始まるけど、来年の、なんかコナンの映画って、ブロック分けじゃないけど、スポット当たるキャラクターが、ラグ、しかもラグ、右手の視点で歩いちゃったっていう、歩いちゃった、そしてラグくて、もうどうしようもないみたいな。で、コナンの映画って、なんていうのか、新一と蘭の会とか、まあなんか、服部の会だったり、なんかその、ペア会みたいになってるんだよね、言ってしまうと。で、もうちょっとね、新一と蘭の会が来るんじゃないかっていうので、コナン会の中では毎年ざわついてるんだけど、そろそろ、蘭新一が、待って、あ、もうダメだ、ああいう時にね、もう一杯溜めてんの見てから、今右に、フェイントかけようと思ったんだけど、時すでに遅しだよね。やっぱ見てからじゃ間に合わないっていう。本当に難易度高すぎる、マジ。300ピンとか言ってんじゃん、やばいな。いつもな、日本でっていうか普通にやるときはさ、どんぐらいだろう。30ピンぐらいじゃん、大体。50とか言ってもね。おー、もうハンターも重いのかな、こうなってくると。いや、それは関係ねえか。それは関係ねえな。おいしょー、なんかもがけた。奇跡的にもがけた。まあでもね、中国バージョンだからね、サバイバーをやってないっていうのもあって、サバイバーの人格どんぐらいなんだろうな、今。多分、60いかないぐらいなのかな。ハンターは一応100ぐらいまでは開けたんだけど、そうなんだよね。まあだから、鬼もあんまり、あ、引っかかってる。慣れてないのかもしんない。変な引っかかり方もするんだよね、こういう、ラグくて。よいしょ。じゃあ回しちゃいますか。よし、やっとキャラ見せれるよ、ここで。ほら。ね、うまいよね、キャラ作り方。で、ランちゃんって、なんかそういう力強いみたいなイメージあると思うんだけど、実は、めっちゃモテるっていう。ナンパとかもされたこともあるし、なんかこの、なんだろう、スタイルの良さから、なんかそういうのが際立って、なんだろう、どっかの回で忘れちゃったけど、なんだっけな、映画撮影みたいのしてて、その女優が降板しちゃって、そこでその場にいたランちゃんがすぐ声かけられるっていう、まあ、スカウトみたいな感じでされる瞬間とかもあったりして、見た目がね、ものすごくね、よろしいんですよ、ランちゃんって。あそこ回したいな、ラス1行きたいけどな。で、なんかどう考えても、ランちゃんより、
あの違う、あのおっちゃんよりランちゃんの方が探偵に向いてるっていう、向いてるというか推理力とかそうなんですよね。なんかこんなのサポート的立ち位置なんだよね、言ってしまえと。ちんいちでもいいけどさ、なんかこうランちゃんが事件現場を見てこう、あ、なんかちょっと違和感あるなって、でもまあ言うぐらいでもないかなっていうのは記憶として覚えてるんだけど、後々あ、それならあそこにあったよみたいな、でコナンが何みたいな、キラーみたいな感じでよくひらめいてるっていう。だからなんかアシストパスを出すみたいなね、そういう、だからおっちゃんよりも推理力高いんですよ小五郎のおっちゃんよりもね、実はまあそういう感じの立ち位置。いや、これ回しきれないな、回しきれんな、ちょっとどこにいんだ、待って、回復してほしい、死んじゃう、もうどうしよう、いや近いな、マジで近いな、どうする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 、どうしますかね。やばいよやばいよ、いいよ、しっかりしっかり見てるよあー、かわしてるね、意思を追ってる、ここ、何してんだあれ、何してんだリッパーも、あー、ちょ、楽い、固まってる固まってる、あー、もうほんびっくりした、今もうついに何にも聞かなくなった。よし、いや、これみんな回してんのかな、ハンターも多分あん、どうも皆さんこんにちは、さとみです。ということで2回戦目遊んでいきたいと思います。なんかさ、軍需工場しか来ないんだけど、これなんでなの、これ一体、え、他のマップ実装されてないんだけど、え、ちょっと待って、え、今日俺さ、コナンコラボの動画をまあ今、ね、一通りバーって撮ってるんだけど、あのここまで工場以外のステージになんか出てきた当たってないんだけど、本当に、あの精神病院がちょっと出たぐらいかな、一回。ほぼ軍需工場だよ。で、これちょっと俺、チェイスしたいから終われようかな。さあ、行きますよ。まあ、チェイスしたいからというより、この、なんだろうな、この、おっと、危ねえ、ちょ、重い。あのね、自分が追われるのが一番勝率が上がるっていう、この、ま、多分みんな初めまして。みんな初めましてなんだよね、サバイバーも。で、ハンターだけ、なんか人格高い人に当たる確率が高くて、120とかしっかりね、やってる。ああ、飛んでっちゃった、瞬間移動で。ああ、どこ行っちゃったよ。だからね、最初に自分が見つかりに行った方が一番、幸先よく終わるっていうのに気づいてしまった。この、ランク帯というか、始めたばかりの、この感じの時。で、石がここ回してる。でね、まあね、本当にランちゃん、待って、これ捕まってないか、傭兵か。傭兵、まあ、おっと、ここで傭兵が2発殴られていく。ここやってたのか。よし、傭兵だったらな、あれ、ちょっと待って、押せない、ボタン押せない、ラグ。風船救助してもいいんだけど、まあ今の2発殴られる速度見る感じ、それじゃなく、どうしようかな。救助して、銃撃って、まあ、肘当てかなんかで、しっかり足跡切って、負けるぐらいのした方が、多分、チェイスは、なんか苦手な感じするな。ちょっとそっちのプランで、行こうか。ね、ピエロのロケットダッシュで思い出したけどさ、ランちゃんって、超強いんだよね。空手やってて。でもさ、普通の強さじゃなくて、もうこの子ね、銃弾かわすんだよね。そう。なんか、向いているこう、銃口の向きとか、なんかそういうのから一応推理してるらしいんだけど、大体の弾道は。それでも銃かわすからね、映画とかで。半端ないよ、マジで。すごいっすよ。もう、なんか、だんだん、ランちゃんの怪力が、もうなんかちょっとどんどん回を重ねるにつれて、どんどんヒートアップしていって、なんか、ラン姉ちゃんみたいな、ラン姉ちゃんここ壊してよっつって、OK みたいな、自信ないけど、みたいな感じで、コンクリートぶち破ったりするからね、もう。これ、ガーブレ !OK!せけど、これもう肉壁すんのも一苦労だよ。よいしょ。から、足跡完全に切って、肘当てでも何でも使って、もう巻いてほしい、これは。俺来るかな?多分俺は来ないと思うんだけど。あ、俺来ないね。向こうの子追いに行ったが、もう足跡消えてるだろ。この時間で。おっと、なんか、倒そうと聞こえたけど。お、あと2個。回しちゃいたいな。頑張れ。逃げてくれ。残りが 65%、俺のところ。で、もう1個78か。あ、終わるね。いいっすね。いや、マジででもさ、これ日本バージョンに来てほしいけどな。てか待って、俺今、見てなかったんだけど、ラン姉ちゃんのさ、信号銃ってちゃんと銃だった?
まあ10かそりゃ、信号時は10だよな。なんか小五郎のおっちゃんとかさ、マップが新聞紙になってたりオフェンスだったりすると木刀になってたりするから、ラン姉ちゃんの信号時も変わってんじゃないかって今一瞬思ったんだけど、ちょっと見てなかったどっちもまあでも違和感なかったってことは多分普通に10だよね。あれ、あこれそう、あ俺か、つけちゃう、つけようと思ったのに時につけれないんだよな、ちょっとラグくて。でこれはやばいかもしんない、ちょっと今の一瞬つけんのミスったことにより、よいしょ、待て、重いよ重いよ、ちょっと待って、大丈夫、これ大丈夫か、うん大丈夫やな、ちょっと待って行くか、あああ、やば、終わった、あ死んだくそ間違えたあ、まあ、いやなんかあの回線のなんかいろんなことってなんかこう考えながらやってたら、ここの窓枠を最初に飛んだつもりだったんだけど手前の窓枠飛んじゃったなんだよあの窓枠マジで、あそこ間違えて飛んじゃったよ、おーい、あーでも開いたかな、3人は逃げるでしょう。あれなんか助けに来ようとしてくれてるドクターが、ありがてー、大丈夫、無敵、無敵ないま、無敵ないないけど、あ、意思折ってたが、じゃあ普通に出ちゃおうかな。でもランちゃんの妹みたいな、なんかコナンの妹もね一種類ずつ実は追加されてて、まあちょいちょいやってはいたんだけど、ちょっとゲート前まで行ったら、あ、てか下から見上げると、あの足の長さのせいで下に履いてるミセパンダのねもろに見えてしまう。これミセパンかな、これなんかスパッツ的な感じな気もするけどね、いいっすね、身長高いっていいね、こういう楽しみ方もできるわけだ。なかなかねスカートのキャラいないからね、このゲームそもそも。でもね、先に行くよーん、あ待って、これはあ俺んとこか、じゃあいやもう出ちゃおう、ほいということで、今回空軍のランちゃん使って遊んでいきました。いやーマジ日本バージョン出てほしいけどな、まあ気長に待ちましょう。ということで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。